日はお暑い中、私たちの青春チャリティーコンサートに来ていただき本当にありがとうございます。私たちが入部してから2年が経ちました。この2年間本当にあっという間で、なんでうまくいかないんだろうとか、なんでうまく伝えられないんだろうとか、すごい悩んだ時もあったんですけど、いつも横に同じ仲間がいてくれて、笑ったり一緒に悩んだりしてくれて、ジャズを演奏する中で成長していきました。ずっと一緒にいたらいいところもたくさん見える分、悪いところもやっぱり人なんで あって、ジャズを演奏 していると、その悪いところをみんなで認め合えるようになっていきました。悪いところをお互いの悪いところをお互いのいいところで補えるように成長したかなと思っています。昨日いっぱい何喋ろうかなって考えてきたんですけど、もう泣いたら飛んじゃいました。そうやってジャズを演奏することができるのは、聴いてくださるお客様がいるから演奏できるので、私たちはお客様がいないとここにもいませんし、ジャズバンド部もなかったと思います。それにここにこうやって仲間が集まることもなかったと思います。なので、これからもずっとずっと、お客様と一緒に楽しくステージをしていきたいです。いつも演奏が終わった後によかったよと声をかけてくださって、本当にこれからも頑張ろうという気持ちになれて、いつも楽しくステージに立とうと思ってるんですけど、なかなか難しくて焦って動揺してステージがうまくいかない時もありました。でもそんな時もお客様から私たちはエネルギーをいただいて、演奏をしていました。あと少しで私たちは引退しますが、これからも応援よろしくお願いします。最後の曲です。ザ・ギットです。どうぞ。